はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。皆さん、カードゲームって今、やってます？そのトランプとか、ウノとか、トランプとか。結構さ、そういうアナログなやつって、意外にやってみると面白かったりするよね。で、トランプとウノって、結構、どっちかをね、やるっていう風になると、まあ友達じゃなくても、まあ身内だったりとか、その時にな、どっちやります？私はね、まあトランプの方かなっていう感じですね。で、ウノは、今なんか最近、私なんかが知って、やっているウノとルールがちょっと違ってたりとかするんですよ。だからいまいち分かんないっていうのもあるし、ウノはウノでしかできないじゃないですか。でトランプは本当にジジ抜き、ババ抜きとか、あとなんだろう、七並べとか、とか神経衰弱とか、そういう、まあそういうバラエティがいっぱいあるんで、トランプ一つであればまあいろんな遊びができるだろうけど、ウノはウノだからさ、それだったらトランプの方がいいかなとは思っております。はい、でね、なんかやっぱりその災害の時に持って行った方がいいんじゃない？まあ子供なんかが、子供なんかって言ったら怒られるか。子供さんがね、いたら、まあもちろんお絵かき帳だったりとか、塗り絵とかそういうものを、持って行った方がいいですよっていうふうに言われたりとかしますけど、本当に小学校、から上の人がいると、やっぱトランプのやり方とかってあるじゃないですか。さっき言った縮抜きだったり、神経衰弱のやり方って分かってるんで、まあそれでね、まあストレス発散というか、そういうことをやって楽しんでっていうことが多分できると思うので、皆さんどうなんだろう、どういう遊びしてますか。まあ、最近はね、もう、あつ森とかやってるのか、ゲームとか。そういうトランプ系の、なんだろう、アナログなやつっていうのは最近やってないのかな、やっぱり。トランプって、まあ持ってる人少ないのかもしれないね。意外に。持っていったとしても、どっかにしまい込んであったりだとか、まあその人自身がトランプやらなかったりするとね、まあ、捨てちゃったりとかするかもしれないね。なのでまあ、100均でも今や、売ってたりとかするんで、100均で、やってたの方がいいかもしれないね。2つ3つあって。一つはまあ予備として、まあバッグに入れたりとか。でね、そう、雑談なんだけど、ちょっと待ってくださいね。雑談、ちょっと字間違えちゃいましたけど、雑談編雑談編ですね。最近その YouTube とかを見るようになって、まあいろんなものを見るというか、まあ波があって、
たまにその地震予知だったりとか、まあ、地震をこう研究する人たちの動画を見たりだとか、かといったらなんだろう、オカルト的なものだったり、なんだろう、都市伝説系のものを見たりとかしてて、それかと思ったらなんだろう、また別のものを見てっていうのがあったりとかしてるんですよ、私の場合ね。そうするとやっぱそういうのを情報として蓄積されていて、あなたのおすすめとかそういうので、あと何日で地震が来ますとかさ、あなたは大丈夫ですか、その装備でみたいな感じで書いてあるのがあったりとかするんですよ、備蓄は大丈夫ですかみたいな感じで書かれてて、ちょっとビビるよね、そういうのね。本当に、まあ本当に何だろう、話半分で見ているつもりではあるんですけど、どっかそういうのって引っかかっている部分があって、なんか焦っちゃって、まあ、ラーメンとかお水とかを、まあ、宅配だなりなんなりでこう常備してしまうっていうことがあるんですよ。うん、で私もね、水3箱あって、2リットルの6本入りを3箱あるんだけど、1箱ね、ちょっと今年の夏ぐらいに、8月ぐらいに消費期限、常備期限じゃない、まあ、そういうのがあったんで、ちょっとね、買い替えをしようかなと思って。まあ、かといってそれを捨てるわけじゃなく、まあ、料理とかに使ったりだとかしてみようかなとは思っております。うん。皆さんどういうことしてんだろうね。本当にそのブログで見てみると、そのペットボトルのお水をやめたっていう人がいてて、常備するのはやめたっていうのがあって、じゃあ何をた、あのお水代わりにお水のその常備をしてんのって聞いたら、まあ気してないんだけど、何を常備してんのと思ったら、そのアクアクララとかそういうウォーターサーバーを頼んで、でそれをまあなんだろう、たまにさジャパネットとかそういうのでさ2ヶ月無料で6パックだった、10リットルを6パックをやった方がお得ですよとかってあったりするじゃないですか、備蓄の観点でっていうことで。うん、でそういう人が結構多かったりとかしてて、あウォーターサーバーかーと思ったんだけど、でもそんなに気にしてないかなっていうのがあるんですよ。まあうちの旦那もそのキッチンの水で飲めればいいよっていう感じなんで、うん、そういうタイプだし、まあある意味私もそうなんだけど、だからウォーターサーバーを持ってなくてもいいかなって。逆にね、その備蓄の観点でそのまだお水があるやつの置き場所がどうしようかっていう風に考えちゃうんですよね。まあ、6箱とか、うん、6個入りのをどこに置くかっていうふうに考えちゃったりとかするし、結局そのなんだろう、ペットボトル2リットルの6個入りってやるじゃないですか、あそこには結局置いちゃって同じやんってなるっていうか、そういう風になっちゃったりしそうなんで、うん、まあ量が違ってたりとかするけどね。だからどう
ちもどっちかなと思って、結局今はまあペットボトルの方を選んでいます。はい、あと防災のも完璧っていうのはないっすよね。でポータブル電源をたまたまそのドン・キホーテに行った時に見つけたんですよ。で、まあ、私が見たのは大と小かな、まあ、大と中かもしれないですけど、たまたまこのタイプの、このタイプのっていうか、あるメーカーの大きさを知りたいなと思って、ちょっと見に行ってたんですよ。見に行ってたというか、まあまあ、あるかなと思って見たら、あって、まあ、それはデモテープ、デモテープじゃない。デモっていうか、その、見せるだけのもので、実際にこれ、それは使えないものですよっていうやつだったんですけど、まあ、お取り寄せ品としてそこに置いてあるだけですっていうような感じであったんですけど、意外に大きいやつ、一番でっかい容量のやつは、でかいなと思って、そうなると、でかいとなると、あ、重たいだろうなと思っちゃって、あのでかい方がね、いいなと思ったんですよ。それだけ長く持つだろうなと思っていたんですけど、それ見てちょっと、で、一番でっかいのはどうかなと思っちゃって、それだったら、まあ、真ん中あたりの方がいいかなっていうふうに、まあ、感じておりました。皆さんどうだろう、どういう感じで、そういう防災とか、常備品というか、そういうのをやってるんだろうか。もしよろしければ、ご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。